イロス・ネリー・テイロー・ロスは、アメリカ合衆国の政治家、全国初の女性州知事、ワイオミング州知事夫人、ワイオミング州知事、合衆国造兵局理事。全米で、初めて女性参政権付与と、女性州知事輩出を成し遂げたことから、ワイオミング州は、平等州と呼ばれることがある。ミズーリー州セント・ジョゼフ生まれ、出生時の名前は、ネリー・デイビス・テイロー。父は、 テネシー州、スチュアート出身のジェームズ・ウィン・テイロー。母は、エリザベス・ブレア・グリーン。ネリー・テイローは、政治と無縁の独身時代を過ごした。彼女は、教師養成学校に2年間通った後、ネブラスカ州オマハの幼稚園で働く平凡な女性であった。しかし、テネシー州ドーバーに住む親戚を訪れた際、若い法律家、ウィリアム・ロスト出会ったことで、 後の人生を大きく変えることになる。1902年9月11日、ネリー・テイローは、ウィリアム・ロスと結婚し、改正。この時から本名が、ネリー・テイロー・ロスとなる。夫が西部で、弁護士業を始めることを決意し、夫妻は、ワイオミング州社ンに引っ越した。夫は弁護士として成功し、夫妻は4人の子供に恵まれた。ウィリアム・ロスは、間もなく、 ワイオミング州の民主党の指導的立場につき、選挙に出馬するようになる。彼は何度か落選を経験するも、1922年のワイオミング州知事選挙で勝利した。しかし、1924年10月2日、彼は人気半ばにして、中水園手術後の合併症により48歳で死去した。そこで民主党は、寡婦となったネディーロスに、翌月の特別選挙に、 州知事候補として出馬し、老夫を継ぐよう推薦した。ネリー・ロスは選挙運動を拒んだが、1924年11月4日の選挙で難なく当選。1925年1月5日、彼女は合衆国の歴史上初めての女性州知事となる。州知事としての彼女は、減税、貧労への補助、金融機関改革、子供や、 女性労働者や鉱山労働者の保護法等、夫の政策を引き続き実行。児童労働を禁止する連邦修正条項が保留されていたが、これをワイオーミング州が批准するよう促した。夫と同じように彼女も禁止法強化を訴えた。ネリー・ロスは1926年の選挙にも出馬したが、僅差で敗れた。その敗因は彼女が 再び選挙運動を拒否したことと、禁止法を支持したことにもあった。しかしながら、彼女は民主党にて活動を続け、1928年の大統領選挙では、アルスミス候補のために運動する。民主党の副代表も務めた。フランクリン・ドーズベルトが大統領になると、ネリー・ロスは女性として初の合衆国造兵局理事となる。 彼女は理事として1933年5月3日から5期を務め、ホワイトハウスの主が共和党の大統領に代わった1953年に引退した。この造兵局時代のロスを支えたのは、ロスの補佐官となり、当時の女性として最高位の公務員にまで上り詰めたメアリー・マーガレット・オライリーだった。女性二人が当時の造兵局を牛耳っていたこととなり、 前例のないことだった。引退後、ネリー・ロスは女性向け雑誌に寄稿を惜しまなかった。また、各地に赴き公演した。彼女が生きて最後に、ワイオミングの地を踏んだのは、1972年、96歳の時であった。1977年暮れ、彼女はワシントンにて101歳で亡くなり、ワイオミング州シャイアンのレイクビュー墓地にある一族の墓に埋葬された。 ありがとうございます。